ネットで車検を買うならオッツパークプレゼンツ勝利者インタビューを始めさせていただきます一着になりました荒尾外雄選手ですおめでとうございますありがとうございますさあまず率直な今のお気持ち聞かせてくださいはいえー、っとまあちょっと前説が悪かったんでまあ一着取れてほっとしてますはい新品クランクに変えての今日のレースだったんですが実際乗ってみてどうだったでしょうか。 もうかなり良くなりましたね。はい、そうなんですね、はいえー。ドドドの方とかも大丈夫ですか。うんと、まだちょっとフロントの違和感が治んないんですけど。はい、エンジンに助けられましたね。はい、あ、そうだったんですね。あとはまだ欲しいところってありますか。まあ、クランク新品に変えて、まあ、ちょっとセッティングはまだ追いついてないんで。今からちょっとセッティング、いろいろやってみます。はい。あと、スタートの切れ、ご自身の中で手応えはどうでしょうか。まあ、スタートはいいと思います。はい、切れてる方です。はい あとタイヤの準備この後に関してどうですか？うん、それも天候を見ながら、うん、はい考えます。さあそれでは3日目以降に向けて皆さんに意気込みを一言お願いします。はい、えー、ちょっと明日どうなるかわかんないですけど、えー、天候に合わせて一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい <laughs> おめでとうございました。一着になりました西村裕太郎選手おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 昨日から見事巻き返しました、今のお気持ちを聞かせてください,いや自分が一番びっくりしてます, <laughs> す、ね、昨日も7着で、はい、あ八8着引かなくてよかったっていう感じで、はい、今日も8は引きたくないなと思いながら、はい、みんなスタート早いんで。<laughs> 早すすぎたた人もいたんですけどどなるほど <laughs> あのスタートの位置が西村選手の4号車ちょっと濡れてるようにも見えたんですがその辺りは気になるもんなんですかめちゃくちゃ気になりました<あ>あ<の>そうなんですね1と2とかは乾いてて3と4強っぽん同じ <laughs>、はい、<laughs> みんな濡れてたので、はい、やっぱそれでちょっと早見に出ようというのがあったのかもしれないですねなるほど <laughs> さあそして今日なんですがエンジンの状態としては今日どうだったんでしょうか いや今日は昨日からちょっとガム位置を少しいじって、うん、自分の中では、まあ、頭取れたからいいと思うんですけど道中、だんだんエンジンが止まらなくなってたのであの先頭走ったから1着取れたけど3、4番って走ってたらずるずるやられるようなエンジンかなっていう気はしますなるほどその辺りはまだ調整が必要だということですすね、はい、全然必要と思います、はい、あと今後に向けて、まあ、お天気も不安定ですがタイヤなどの準備はありますか まあタイヤはもう全部準備しているので大丈夫です、はい、あと今日は思想の後ちょっと小雨も降ったんですけれども今の走路状態を教えていただけますか自分が走った頃は小雨なんですけどシールドにが濡れるだけで走路は全然変化してなかったんですけど今こっち来る前結構降り出したってみんなバタバタタやってました、ね、なるほど、はい、さあそれでは3日目以降に向けて皆さんに意気込みをお願いします。 はい、あの、また、あの、満車検出せれるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。<laughs> はい、おめでとうございました。一着になりました。地元岩田裕美選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> ぶっちぎりの一着でした。はい、いかがだったでしょうか。いや、もう後ろ余裕見れなかったんで。はい。はい、いっぱいいっぱいです。音は全く聞こえなかったですよね。はい。 あの今日は四層の後に今雨降る形だったんですけれども、はい、実際乗ってみてどうだったんでしょうか四層からちょっとシールドに水滴がついてたんですけど自分は全然両ソルのつもりで走って3-7だったんでこのままだと厳しいかなと思ってたらすごい降ってきて、はいはい、今日は恵みの雨でした恵みの雨だったんですね、はい、岩田選手は、はい、タイヤは今日はどのタイヤをつけてたんですか 朝練のブチで乗ったちょっとハレの高めみたいなやつでいきましたなるほど、はい、そのタイヤがちょうどうまくあったっていうところもあるんです、ね、そうですねなんかね他の選手の話聞いたら結構ハレタイヤの人が多かったみたいでそれも味方してくれたと思います実際にエンジンの手応えとしては両走路も含めてどうなんでしょうか、えー、今回ちょっと大きな整備したんですけどまだ欲しいところが出ないので引き続き整備したいと思います一番欲しいところはどこですか 手前ですね。なるほど。はい、スタートは大丈夫ですね。スタートははい。練習します。はい。はい、さあそれでは、えー、3日目以降に向けて皆さんに意気込みを一言お願いします。はい。ちょっと買いにくい選手なんですけど、もうちょっと買いやすくなるように練習しますんで応援してください。<laughs> 一着になりました。早船歩イ選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。とまず今のお気持ち聞かせてください。 いやもう疲れました <laughs> 疲れましたね <laughs>、はいあの、トップスタートからそのまま押し切る形になりましたがレース、振り返ってみていかかがででしょうかそううそすねもうスタートは、まあ、もう思った通り抜群に切れて、うん、ただ、もう走路状況だけがもう不安だったんで、はい、まあそうの感じはもう濡れててちょっと滑り気味だったんで心配だったんですけど、うん、もうだいぶ水気がなくなってくれたんであそうなんですね、はい、もう全然思想とは違う感じでした。 そうですか、はい、助か助りました僕はあのインコース、やっぱりあそこのコースはもう全く滑らない感じだったですかそうですね、オウミちゃん見て、もう1本だなと思ってたんで、はい、まあスタート行けば、まあそこのコース走れるので、やっぱ人が前にいっちゃうと、どうしても自分のグリップで走れなくなっちゃうから、まあ、とりあえずもうスタートだけ行って、あとはもうやられるのはしょうがないと思ったんですけど。はい その通りになりましたが斉藤選手もかなり攻めてきてましたね、そうですねやっぱり藤さん、まあ、雨は得意としているので、ま,あ、まさか勝てるとは思わなかったです、はいえー、晴れでは3着、そして雨で1着ということですが、改めてエンジンの手応えはどうでしょうかそうですね昨日から、まあ、エンジン的な手応えは結構あったので、はいまあ今日もまあタイヤさえしっかりしていればと思っていきました。はい、はい 今日のタイヤもよかったですかそうですね、タイヤも結構乾いてきたのもあるんですけど、まあ、グリップしてくれたので、はい、よかったです、スタートもいいですね、そうですね、スタートも切れてますね、はいはい、さあ、それでは3日目以降に向けまして、皆さんに一言、意気込みを聞かせてください、そうですねあの、台風が来る予報なんであの、お客様も大変だと思うんですけど、まあ、僕らも熱いレースして頑張りますんで、応援よろしくお願いします。 はいおめでとうございました一着になりました地元泉田修介選手です一着おめでとうございますありがとうございますトップスタートから押し切りましたまず今のお気持ちを聞かせてください地元で地元の SG で一着取れて嬉しいですそうですよねレースを振り返っていかがですかスタートがうまくいって間の練習のおかげでだいぶ走路も乾いてて 雨の走りじゃない走りで走れたので、良かったと思いますなるほど、あの感覚としては、ブチ走路に近いような、そんな感じですか、走路の状況、ちょっと教えていただけますか、ブチよりも晴れ寄りな感じだと思いますなるほど、まあ、そんな中で、佐藤選手もかなり攻めてきてたんですけれども、そのあたりはどんな気持ちで走ってましたか。いやもう思想から全然違ったんで まあなんとか守り抜けられたらいいなと思ってました、はい、守り抜いての1着ですが実際にエンジンの手応えとしてはいかかがなんでしょうかとクランク前節終わって変えてそれでレース前にあの同期の花田に音聞いてもらってキャブ合わせてもらってすすごいい、えー、いいと思いますなるほどじゃあ両走路に関しても良さそうですかね。そうですね羽がなかったら はい、いいと思います。はい、スタートもいいですね。スタートも今日みたいな感じではい、切れたらいいなと思います。はい、はい、では3日目以降に向けて、えー、ファンの皆さんに意気込みを聞かせてください。はい、えっと3日目、最終日まで精一杯走ります。応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。<laughs> 頑張ってください。一着になりました。岩崎良一選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます、はいえーこうスタートから快勝のレースとなりましたレースを振り返っていかがでしょうかまあ思想の感じも良かったんで、まあ、それを信じてレースでも早めに行こうと思ってました、はいはいね、思想は4 6ということだったんですが実際にはそのエンジンの手応えとしてはどうだったんでしょうか今日雨直前で降って雨用に扱ったんですけど意外と良かったですね。 はい、意外と良かった。はい、はい、あの実際にその走路の状態は走った時どうだったんでしょうか？レースはもうほとんど晴れの感じです、ね。ほとんど晴れの子ほとんどというか、もう晴れですね。晴れはい。はい、あの今日のタイヤは何タイヤだったんですか？朝出た晴れ用のちょっと高めのやつであ晴れ用の高めだったんですね。はい、はい。さあ、昨日と京都を走ってみて、改めてこの？ エンジンの調子、手応えはどう感じてますか。まあ徐々に上向いてると思うんで、もうちょっとレベルアップしたいと思います、ね。はい。はい、スタートに関してはどうですか。スタートはまあ最近ずっといいんで、はい、まあちゃんと切れるように練習して。はい。はい、いいタイヤの準備はありますか。まあ今日のもいいんですけど、また探します。はい。はい。ということでもあ、あの雨雨でこうビショビショになってるんですかね。汗ですかね。汗汗かけます。汗いっぱいかいてね。<laughs> お話くださいました。では三、えー、日目以降に向けて皆さんに一言メッセージお願いします。<ー>いっそいっそ精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。岩崎選手にお話を伺いました。一着になりました岩見隆一選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。 岩見選手人気に応えて一番人気に応えての一着です今のお気持ちを聞かせてくださいそうですね、えー、ピットで一番人気なの知ってあふれちゃうんだと思って正直ドキドキしました <laughs> はいでもそのドキドキいい方に行きましたねそうですねはい良、はい、かったですまあトップスタートから解消だったんですがレースを振り返ってみていかがでしょうかそうですね一周目ちょっとまだ車が暴れる症状が出たのでその辺解消したらもうちょっといい状態になるのかなと思います、うん、あの最後はもう 着の同期の金子選手もこうちょっと引き離していくような感じだったんですがかなりいい状態にある感じですか、エンジンそうですね、後ろ追いかけてきているのが、えー、金子君と分かったんで、まあ、必死に逃げないと捕まるなと思って、ペース上がったんで、かったですやっぱり同期、そのあたりもちょっと気になりましたかか怖怖いすから、ね、怖いでですすらねねあとは、スタートの切れは問題ないです,、ね、そうですね、1回目も切れましたし、2回目もまあ十分なスタートを切れたと思います。 今日のタイヤはどうだったですか。えー、感じいいので、えー、晴れが今節あれば使う予定です。はい。あの道路の状態としては改めて今どうなんでしょうか。ええー、まあ晴れ道路ですと完全,完全な晴れですね。通る場所は。<laughs> あの雨上がりの食いつく走路そんな感じなんですかそうですねまあタイムがしっかり出てるのでむちゃくちゃ食いつきます、ね、むちゃくちゃ食いつくんですねわ、はい、かりましたさあそれでは3日目以降に向けて皆さんに一言意気込みお願いします、えー、台風来てますけど、えー、台風吹き飛ばすようなレースしたいと思い,思いますやる気元気読みで頑張ります応援してくださいはいおめでとうございました一着になりました中村雅人選手です一着おめでとうございますありがとうございますはい まず今の気持ちを聞かせてください。いそうですね。あのまあ、あの勝てて良かったですね。はい、あの高宗選手をまくって一着となりましたけども、今日のレースを振り返ってご本人の中ではいかがでしょうか？そうですね。あのスタートもそこそこ行けたので、それが、えー、大きかったと思います。今日は地層30と一番時計タイだったんですけど、エンジンの手応え状態どうでしょうか？ そんなに手応えはないんですけど、まあ、あの勝てたんで昨日よりは今日の方が良かったと思います、はい、あとはどの辺りがあと一番欲しいところなんでしょうかそうですね、まあ、全体的に車速が欲しいですね、うん、その辺りはじゃあしっかり明日整備してとていうところになりますかまあそうですね整備して、えー、出たらいいですね、うん、あと気にされていた滑りこの辺りはどうでしょうかまああの冷えた分なのか えー、タイヤ変えたからなのか分かりませんが、えー、昨日よりはいいですね今日のタイヤはまた使えそうですかどうですかねまた掘ったりするとちょっと変わらるかもしれないんで何とも言えないですねはいさあそれではたくさんの皆さん期待されています3日目以降に向けて意気込みを一言お願いします そうですねまああの三日目もまたあの勝てるように、えー、全力で、えー、頑張りますので応援のよろしくお願いしますはいおめでとうございました一着になりました田村二郎選手です一着おめでとうございますありがとうございますトップスタートから快勝のレースとなりました振り返っていかがですかはいスタートちょっとギリギリだったと思うんですけど切れたんでよかったです今シリーズ昨日も今日もスタート切れてますね そうですね今節、なんか切れてます、はいはい、そして、試、ま、走、あの後とに、まあ、雨が降ったんですけれどもそのあたりに関しては焦りとか大丈夫だったですかうん両方のタイヤとも高いタイヤだったんで降った方がいいなと思いながらピットにいたんで降ってよかってかたですなるほどそしてインコース走っていきましたがあのコースに関しては滑りとかは全くなかったですか。いや滑りましたね 結構一人だったんで良かったんですけど。はい。はい、なるほどインコースでも滑りはあったってことなんですね。そうですね。はい。はい、あの今シリーズはクランクも交換して臨んでいらっしゃるんですが、両走路も含めてエンジンの手応えはどうなんでしょうか。うん今日の走行の感じの直線の感じですかね。もう良かったと思うんで、いいと思います晴れも。はい。あとはタイヤいいタイヤの準備がありますか。うん何本かあるんですけど。 そうですねまあありますはいはいさあそれでは三日目以降に向けて皆さんに一言意気込みを聞かせてくださいはい、えー。晴れでも雨でも鮭、えー、に絡めるように頑張ります応援よろしくお願いしますはいおめでとうございました一着になりました永井大輔選手です一着おめでとうございますありがとうございます <laughs> はい皆様の拍手ですが今のお気持ち聞かせてくださいいやもう最高ですはい、はい もう本当にあの大きなコースで圧勝のレースとなったんですが、レース振り返っていかがでしょうか。うんまそうですね。まあ外も滑ってたんですけど、まあ始走でね一番時計でしたんで、まあ迷わずにもう外走ろうって決めてたんでね。はい。良かったです。はい。まあ,あのコース的にこのソールコンディションとして。 外のコースどうかなと思ったんですが、まあ、でも、割と良かったってことですね、そうですね、まあ、でも滑るは滑るんですけどね、あのまあ、インコースの人たちの方が多分滑るって思想はって言ってたんで、まあ多分どこでも滑る走路だと思うんですけども、も、ねはいまあ、エンジンが良かったのでね、タイヤも良かったですし、はいはいまあ、の前節、車乗り換わって優勝されて、今シリーズ、晴れも雨も走ってみましたが、エンジンの手応え、いかがでしょうか。 うーんそうですね、まあ、前回の優勝戦がすごい良かったのでき、まあ、昨日はちょっとタイヤが滑ってしまってダメだったんですけど、まあ、タイヤですね、まあ、低いと滑っちゃうので、まあ、掘って滑るやつもあるんでねそこら辺が本当に難しいんですけれども、まあ、何しろいっぱいタイヤ当たりつけいって、まあ、いいタイヤに出,出,会出会えるといいですね。はい、ということは永井選手の今の課題はタイヤとといううことなんです、ね、そうですすねねそ、まあ、エンジンはあのいいと思うので。 マイ、まあ、ンジンは信用して、あとはタイヤだけ、えー、慎重に選んでいきたいなと思いますけど、スタートもいいですね。スタートもそうですね。はい、そこそこいいと思います。はい。さあそれでは三日目に向けまして皆さんに意気込みを一言お願いします。えー、そうですね。残り三日間なんですけれども、えーま、まず優勝戦目指して精一杯頑張りますので、えー、応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。一着になりました、新村義之選手です。一着、おめでとうございます。ありがとうございます。 まず今のお気持ちを聞かせてください,いやもう信じられない気持ちでいっぱいです <laughs>、はいまあ、あの最後の人のみで交わしましたがあの辺ありどうだったですか、はい、あの山際さんがうまくてですねあの道中全然仕掛ける余裕がなくてでも自分の方がエンジンとかタイヤに余裕あったんでもう最後だけなんとかそれが本当にうまくいきました。 実際に乗っていて、エンジンの手応え感触どうだったでしょうか。はい、良かったです。あの昨日の両走路で三着、そして今日は一着なんですが。晴れ雨走って改めてどうでしょうか。いや、もう、と自分参加するだけだろうなと思ってきたんですけど、もう思ったよりいい着が取れて良かったです。何かまだ整備はしていく感じですか。いえ、もう、これ以上はないと思います。懲罰。 はいはい懲罰ということですねスタートの手応えはご自分の中ではどうですかスタートまあ波なんですけどちょっと昨日今日は10オープンで斜めだったんでその斜めを生かしてなんとか刺繍しましたあとはタイヤいいタイヤの準備はありますかタイヤあるんですけどちょっと低くてまあ、川口は 低いタ体はあんまり良くないって聞いてるんでいまいち自信ないです、うん、じゃそのあたりはまた選択してっていうところですねはいでは、えー、3日目以降に向けまして皆さんに一言意気込みを聞かせてくださいはい、えー、明日中止になってしまいましたが、えー、準決勝目いっぱいいいレースをいたしますどうか応援よろしくお願いしますはいおめでとうございました一着になりました安倍仁志選手です一着おめでとうございますありがとうございます はい、まず今のお気持ちを聞かせてください。いや、びっくりしました。はい、コースタートから押し切りました。レース振り返っていかがでしょうか？いや、もう一生懸命です。はい、一生懸命でしたね。はい、まあ、外からえ朝、ー、霞選手も見えてましたか？はい、見えてました。はい、あの実際にエンジンの手応えとしてはどうでしょうか？いや思想ちょっと止まんなかったんで、うん、そこを考えながら走ってましたけど、はい、両走路はどうですか？ 両走路はまあスタートは切れないんでダメですね、うん、じゃあそこは練習ですかね、はい、はい。あとはタイヤいいタイヤの準備はありますかタイヤはあります、はい、はい。では3日目以降に向けて皆さんに一言意気込みをお願いします、えー、いいスタート切って頑張りたいと思います応援よろしくお願いしますはいおめでとうございました